ちょっと違いますからね。落ち言うて幕閉まる間にもパーってね、こう観光バスに乗らなあかんおばちゃんがパーって立っていく時とかもありますし、それやってられへんね。もう工程があるんでしょうか、2K、ね、はい、2K 終わったら、はい、一部の50人ぐらいの方がズボンって抜けてたりするんですよ。あれお前ちょっと考えてもらえないかな、まあ、それはでもまああちらのような演劇ではなくて、我々は、はい、まあ、大阪観光の一つぐらいのもんですから、あ、まあ、親しみやすいで、またね、この後半バスの工程もあります。その後大阪城行って、はい、どこで行かなあかんから言うて帰りはるんですけど、あれだけほんま難儀なんですよ。ちょっと俺は嫌になるわ。物食べてあかんのでしょ。いいです。あ、そうなんですか。新喜劇は物を食べて、もうお酒も飲んでもいい。だってもう赤ちゃんにおじつやりながら見てる人いてます。それはそれは。一列目で。ほんまですか。びっくりして。それは多分、だから舞台の向こうっていうのは、いつもテレビで見ていただいてるからかわかんないですけど、はい、向こうの人間こっち見んひん思ってるんでしょうね。はい、一列目やのに若い女の人、父出して、赤ちゃんの待ちながら、あーはーはーって笑って、まあ、笑っていただいてるから、まあね、父も出そうですけど。父にも影響してる。あのね、母乳もよく。ようそんなんやれますね。はい、そんな人の父見ながら。ね、見ないの？見ないで、まあ、赤ちゃんがちゃんと含んでますし、まあ、どうなってますけど、そのまで見えてませんので、気にしますやん。はい、なんかね、それはもう、知ってるということはね、はい、もうやっぱ客席を見て、こうやってますんで、うん、どなたか笑ってるか、この人笑ってへんとか、見えます、なんか、あ、見る人と見ない人がいます、はいはいはい、タレントさんでね、はい、私は見ないです、全く、見てるようでしょけど、見てないですね。見るんだ。僕はもう、まあ、一回父があったから。他に誰か父やってる人おらへんから。まあ、やっぱりこう、台本とかも書かせてもらってるんで、はい、自分じゃないところとかでも、あ、このボケは、お年寄りの方笑ってるけど、ホストの人は笑ってないなとか、はあ、お子さん笑ってるけど、いやいやとかいうのをこう見ながら。うわ、もう、さすが社長ですね。ね、見てる木を見てるんじゃないんだ、僕は森を見てるんだ、ね、森進一を見てるんだ。いや、森進一見てない。客席いらっしゃったことないですから。森進一さん見てたら緊張するな。緊張しますそんな。お客さんも森進一ばっかり見ます。新劇見ると。いや、ほんまやな。いやいや、いいものを見させてもらいましたね、うん、プロやなと思いました。僕も、はい、あれぞプロだね、はい、ああいうの見に行かなあかんなと思ってるんですけど、なかなか行かなくて、よくここでも映画のお話されるじゃないですか、はい、でも僕、はい、映画もほんと行ってなかったんですけど、子供のついていくぐらいですね、はい、それがこの間たまたま夕方で終わったので、はい、はっきり言ってくださいよ、はい、よかった悪かった、もうよろしいんや、私は、ね、立場あるからね、はい、まあ、朝日放送公演とか書いてあったらね、はい、悪口言われへんとか、そんな言い出したらね、歌、はい、丸さんはやってられへん思いますよ、TBS ラジオの。まさに切ってはりますから、ね、ラッパーの人ですよね。ラッパーの面白いね、はい。うち息子は東京なんで、はい、時々それをCD に上げてくれて、はい、持って帰ってくれてね、はい、おかんちょっと聞いてみ、びっくりするわ。賢い人ですもんね。賢い、語彙が多い。ね、うん、何を忘れてたんですか。高学歴、はい、ライムスターの方で。高学歴ってだけの話じゃないわ、あれは。普段からまあ歌詞を考えたりもね、頭がいいという、だからけなしてるんじゃないわよ。納得させてますよ。そうですね、映画の批評だけども、はい、素晴らしいと思うわ。あんなんちょっとできない、あれは芸やな、一つの批判してるんじゃないのよ。はは、まあ、放送界の中でも何か割と権威のある賞を受賞した番組らしいですよ。ギャラクシー賞と思います、はい、同じラジオやってて恥ずかしいね。いや本当そうですよ。歌丸さん、お反省しますよ。お伝えしておきます、歌丸さんにね。お会いすることも。嘘。いや、同じスタジオの時あるんですよ。へー、ちょっと待ってくださいよ、そんなこと早めに言うてくださいよ。スタイリストさんも一緒なんで。はい、私もこんな話した初めてやもんね。大好きだって言っててください。向こうご存じないかもわかりませんけど、はい、それはね、うん、例えばしょうもない映画やったなと思ってて、はい、でも歌丸さんが言うと、はい、そう、そこはそうやね、言いたかった、ね、はい、そこ嫌いやって、うん、あ、そこがあしょうもない映画と思ったとこやねって、うん、全部気持ちよく言ってくれるから、はい、しかもバッサリ切られた、面白くないって言われた映画でも、あ、そういうとこに着眼してるんやって言うと、それも見たくなります、ね、なるほど、はい、見てない人もね、はい、まあ、上沼さんがあの番組のことをすごく褒めてらっしゃったですっていうふうに歌丸さんに言います。あ、尊敬、うん、でもこの間ハイヒール桃子さんも上沼さんのことが大好きだと言ってましたけどね。あ、桃ちゃん、はい、なんで桃ちゃんとそんな別に知らん仲じゃないですよ、はいはい、なんで、
なんか何の話かかで、そうですか、はい、いやそう上沼さんの、はい、いや私も上沼さん好きやからめっちゃ、はい、みたいな、あーそうですかみたいな、そんな改めて言われたら照れちゃう、全然その何ですかね、こうもも子ちゃんは可愛いわよ、エンドレスギャルから知り合いですからね、へえ、あそうです、あエンドレスギャルやだの人、それの話の長いです、エンドレスナイト、そうそうそうで上沼さんの旦那さんがやってはい、みたいなんで第一期生です、はい、彼女はね、僕もラジオ今やらせてもらってます、うん、みたいな、かわいいよね、面白いです、うん、続いたらそんなお話が、ね、全然でまあ映画って言ったんですよ、もうでも上沼さんとかにおすすめできるような映画じゃないです、いやいいです、私はクエンティン・タランティーのジャンゴというはいはい、ちょっとよく CM ではやってるやつで、僕も前自分で見に行ったのはそのタランティーノの、ね、どう忘れしたな、レサボアじゃなくて、イングロリアスバスターズという、はい、まあこれも女性はあんまり見るとグロいシーンが出てくるんですよね、そんな怖いな、はい、なのでまあ今回も見に行ったそういうちょっとグロいシーンもあるんですけど、はい、まあ、昔黒人の方々が、うん、奴隷として使われていた時の独立戦争前のアメリカのお話みたいな、はい、それで見てたらやっぱりね、この映画の中ではディカプリオが悪い白人役なんですよ、悪役なんで、はい、で黒人の方をちょっと虐げるシーンっていうのは結構あって、でもそれはアメリカの歴史ですし、はい、まあまあみたいなことがあって、でそれ見終わってまあ最後はスカッとするんですけども、やっぱりこうちょっとそういうね時代があったのかと、うんうん、けしからんな、なんてこと思いながら。ちょっと待ってください、ごめんなさい。はい、ものすごい上目線ですね。いや、まあ、まあ、まあ、いいです。あかんなと。まあ、けしからんな、なんていうのは、ちょっと、まあ、よそ行きの言い方です。腹立つな、ほんま、あんなんされたらと。かわいそうやで、ほんま、とか思いながら、黒歴史があったんです。一人で怒ってたんですけど、うん、そういう渋谷の映画館やったんですけども、はい、で、まあ、家帰るかまで、パッて出たら、ちょうど右手から、はい、白人のカップルの人来たんですよ。はい、ほんま、うん、一瞬メンチ切ってもうたちっちゃい、なんなんすかこれってなったんですけど、いやよう考えたらこの人は関係ない、関係ない決まってるやん、デカプリオが歩いてきてもメンチ切ったりとか、そうです、もちろんあれも役でやってはんだから、はい、おっさんもな、いやこうおっさんももうおっさんになってな、そうですね、ちょっとおっさんになったな、さすがにちょっと、まあじゃあジャッキー・チェーンの映画見たらなんか自分が強なったような気がしてた時と、はい、なんか変わらん感じで、はい、でまあ映画久々に見たんですけど、まあ良かったなと思って、そうですね、それだけ感情移入してしまった、映画自体行かなあかんな思いましたね、あのやっぱりね、行くとあれまた癖になるね、行くとあの映画館ってすごいの、映画以外 しないでしょ、うん、映画見る以外、はい、はいはい、家で DVD 見るのとは違うねんな、うん、ああの集中するとしゃあないから、確かに、うん、大きな画面があって椅子しかないわけやから、うんうん、ね、家で DVD 見てると、あ、なんかちょっとつまみたいなってなって、一回一時停止をして、バタバタバタ行っちゃうと、なんか、ピーパーンとかって回覧板来たり、携帯ピカピカ光ったり、携帯がピカピカ光って、そう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 、犬吠えたり、うん、ね、そうです、ナイアガラの滝の音がうるさかったり、そうそう、どこで見たんだよ、それ、とにかく、なんかもう赤、集中できない、できないですね、それしかないなんていう世界、今、あんまないでしょ、お芝居見に行くとか、そんなのしか、何かしながらっていうのね、なってしまってる方が、それがいいなと思って。私も見てきましたけど、言わないでおきます、あ、もう一つやったんです、憤り、憤りを感じた、憤り、うん、本当は途中で出てきたかったですよ、でもまあいいやと思いました、はい、お客様が、4人でした、あ、じゃあかなり話題になってる作品っていうほどでは、いやだからもうあの話題にも何も口コミで言ったらあかんよって言ったのが知れ渡ったっていう、あ、なるほど、新しい映画なんですけどね、ちなみにこう日本の映画なのか外国の映画なのか、日本の映画です、ほう、もうほんまにどない突っ込ましてもらおうという感じですよね、あ、なわけないやんかとか、これで泣けっていうのかとか、あ、はい、舐めるなよ、あ、割とこうお涙ちょうだいみたいなのを前面に押し出してくるような、そうですね、泣かれへん、よう、こんなもん真面目に演じてるわ、彼女もな、かわいそうに、大体の作品選ばないかんで、ね、役者も、あ、なるほどね、ちょっとあの何百万って入るんか知らんけどね、確かにそれでね、イメージも変わってきますから、イメージも変わってくるから、もうほんまに私ね、はい、久しぶりにね、はい、椅子を投げつけたかったスクリーンに。固定です。そうやね。そうやね。掘ろうとしたんだ。ひっついてるわ。掘ろうとしたんです。まあ、あの下のこう誘導灯の電球の玉切ったのかなって思ったの久しぶりですよ。
だって映画館困らんとその観客の人は困りますから、ね、もし万が一トイレ行きたいとかもしぼや騒ぎやった時誘導となかったらそうなんですよ、こんな思ったから、はい、一旦お前帰って後で大きな罪に問われますからほんま切れましたね、まあでもたくさん見られてますからやっぱりそうですね、面白いのもあれば外れもさ出てくるでしょうね、うん、いやもうういろいろもう根本がね、はい、根本が惜しかったなとか、うん、あのラストシーンや、うん、こうじゃなくて、明日もこの間の試合の虎の悪口言いましたやん。ライフオブパイです。そうそう、虎、はい、のあんだけ世話なってんから、ボートの中で、はいはい、ありがとうさんぐらい言うて、はい、あの森へ帰っていけって言うたけど、はい、あんなんはええとこまで行ってるから言えんのよね、うん、こういうとこで。なるほど。惜しいなやから言えるの、はいはいはい、あれやっぱエンターテインメントやねんか、トラはやっぱりありがとうございました言うて、うん、やっぱり戻っていかなあかんのよ、水ついて水掴んでほらってコントになるからだほんまやって、あれ本当にね、笹野さんにそんな話したんです、はい、笹野たけしさんね、あの名優の、はい、そしたらそうなんです、あれね2パターン取っとくべきでしたよねって、笹野さんが、あの、名の笹野さんがおっしゃってました。はい、例えば、本当、霊も言わんと森に帰っていくパターン。うん、はい、それも一つ。はい、それけども、あの、パッと振り向いて少年の方を振り向いて、うおーって、ね、人だけ、じゃないと、ほら、ありがとうって言われへん。呼吸にないよね。そんな、いじめお嬢みたいな。急にね、言われへんや。で、おーっていうのもあってもよかったん違うかと。二、はいはい、つ取って、さあさあ、この国がどっち好きみたいな感じで配給したらよかったなっていう話はちょっとしましたけど、国によってやっぱそのラストの価値観みたいなのもチャイムでしょうしね、違いますよ、はい、それ言うてほしいのよ、うん、まあ王とか、はい、まあ王ですよ、まあ、か振り返ってじーっと見てまたこう変えていくとか、なんかこう、なんか、監督目と目で。監督で、とかね。やったら、なんか。ちょっと近寄ってきて、頬ずりするとか。寄せなすけど。まあまあとかね。まあまあ、そうそうそう、そこはいいとしてね。うん。はい、うん、まあ、間違っても、ありがとうとか言って、ポジションの声で、ありがとう聞いたらあかんね。もう、丸つぶれ。はい。台無しや、なので本当にちょっと振り向くのがいいですよ、今の、うん、振り向いたの鋭い目がいいんちゃう、虎の目と目で、うわー、虎のアップ、はい、ね、青年のアップ、また虎のアップ、はい、こう切り返し切り返し、はいはい、ああでもいいと思います、うん、でこうすごくそれまでの歩みよりもゆっくり森の中にこう、そうそうそう、ささっと行くんじゃなくてね、はい、ちょっとゆっくりゆっくり行って、あ、はい、あ名残惜しいね、もう一回振り向いてもええわなそれもコントですよ、はい、よいけってなるやつですよ、何回も見て、いや何回もじっと見つめ合っておいで、もう行くよって言って散歩ぐらい行って、はい、もう一回振り向いて、うん、はいはいはい、あ、そうですね、そこで泣けんのよ、うん、泣きたかったの、あ、クライマックスですし、うん、あれはええ映画ですよ、うん、今頃言うのもないんやけど、いやいや、いい映画やから、うん、本当にわずか惜しいとこまで行ってるぐらい高評価やからっていう、うん、だから私そのあの、ね、何様でもないわけで、うん、私の場合はそうだったという、はい、好みの問題、はい、もうそんな言うにも足りないようなね、それ気になる映画ですね、もうね、そんなことはないし、はい、あのもうね、もうそれももうあかん、いや、あ、ダメ言うてまいそうやな、泣けないやろと思うし、うん、それで泣けっていうドアつかましさ、何やろう、まあ、僕今公開してる映画なんてほとんどこう名前もわからないですから、まあまあいいです、知らないですから、もう終わると思いますよ、あの最近始まりましたけど、もう終わると思います、 あ、 そうですか、あんなお客さん入ってないっていうのはそういうことでしょう、ね、やっぱりすぐわかんねえな、ね、だから中井貴一さんのその、映画で映画じゃない舞台なんか言うと、うん、もう満杯だもんな、文化公演でそれですから、もうそれですから、うすね、取られへんねから、まあ、チケットが、チケット、やっぱりもんはガー行くね、うん、ね、そこまでガーって大々的に宣伝しなくても、ほんまにいいものは長く長く、ね、いいね、そういうことで、ほんまもんは強いよ、そうですね、偽もんはあかんな、たい焼きでもそうですやん、はあ、やっぱり全面的にあんこ入ってないとさ、はあ、はいはい、俺言うたね、あの、シップの方はね、あんまりあんいらんねんっていう人いてんの、あ、分かれるみたいですね、うん、なんでいらんのよ、じゃあ何のために何楽しめ、たい焼きを求めてんの、いや、僕も絶対にあんこ尻尾まで欲しいですけど、欲しいんだけど、皮も好きなんですよね、そやけどあれ尻尾全部皮だったどう、いやいや、もちろんもちろんそうですよ、そやけどあんこ多すぎるときに、はい、こう腹のところも
うん、あんこがグーッ入ってる時あるんですよ、はい、一口噛んだら、うん、もう横からグニーって出るぐらい出るのがええもうこれも外で食べにくいんですよ食べにくいって贅沢を言うねまあ大体僕ほんでたい焼きも 2,3 匹食べますんであ結構いくあんこパンパンやったらもう2匹もいらんようになるんですよそれもう個人の甘って、うんいやベビーカステラとかも好きですから、ね、ああそのホットケーキとか生地好き、はいはい、あれねホットケーキとかあんなん好きです、ね、ホットケーキ好きほんとパサパサでも何でもええのそうです例えば何でもええの小麦粉と卵と牛乳練ってたら何でもええのもう天かすになりますねそれ例えばこんな感じやねいやもうだからホットケーキもすごく食べ歩いて本買ってまあ、美味しいの知ってあるからね、パンケーキとかもね、やっぱりその大役やしっぽまであんが入ってるっていうのは、うん、なんか幸せになるやん、まあもちろん、ちょっとした量のことで、はい、贅沢な感じ、それを言いたいんですよ、もちろんたこ焼きにたこ入ってないなんてね、もうほんま言語道断やな、うん、もうほんま天かすだけっていう店やったんですよ、でも1個目食べて、天かすだけやんか、うん、と思って、はい、つまつま表示で、けん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 とこじ開けたけど。のんまってん天かすだけなわけないわと思って焼くとこ見てなかったから、はい、ほんで2つ目あればさあたまたまじゃない、はいはい、8個とも全部穴開けました私先に先に冷めやすいでしょ中開けたらもう悪いけども本当にあのバチ当たるか分かりませんけどあのチリ箱にそのまま捨てさせていただきました、まあ、もうねこの年になってくるとねダメなんですよ、そういうものでお腹を満たしたくない、な詐欺ですよ、うん、詐欺の焼いたもの食べれますか、まあまあ騙そうとする気持ちそれは嫌ですけど、うん、僕もねタコ別にいらないんです、あらもう全然話が終わりタコ焼きや僕あの側だけでいい側、まあ、ネギとか生姜、うん、そういうのは入れてほしいですけど、はいでもあのタコの食感とふわっとした生地の味の違い、タコの出汁出てるやんかメリケンコに、出汁ね、はい、でもタコの出汁、はい、今日でもまあ言えば元から貝柱の粉が生えてたりとか生地にそもそもね、あとお出汁入ったりするんで、はい、僕もうタコまあ大きいとこにですかちっちゃい硬いの入ってる時、はい、あれなんか奥歯のかぶせ取れたんかなと思う時あるそれぐらい硬いのないですかちっちゃいたまになんかそうゴリッてするタコ焼きやってないななるほどそうあのねタコ焼きって大きけりゃええっちゅうんじゃないねもちろんあでもサイズあるんよ、うん、なんやっぱりそれはそこそこでいいとこ、はいはい、そこそこでいい、まあ、ネギなんか入ってるとこまずないわなあネギ入ってネギとか天かす生姜紅生姜紅生姜と天かすとそれとタコなんじゃないの大体、うんね、お店屋さんは、まあ、今大体ちょっと変化球でチーズ入ってきたりとかそうですねありますねチーズとかいらんね私もそのオーソドックスがすごいいいのよ、うんはい、あ何でもチーズやな、ね、かけるのもなんかソースだったりポン酢だったり塩だけとかいうのも最近増えてきてますね塩ってどうやって食べるんですかなんかもうちょっと岩塩みたいなちょっと旨味のある塩、まあ、あの側というか生地にお出汁が入ってて、はい、ある程度まず塩だけみたいなのもありますけどもね あと、まあ、僕あの要はちらし寿司に入ってる炊いた椎茸ありますやん、はい、あれたこ焼き入れたらどうなんかなと思うんですけどねへえ炊いた椎茸好きですよねちょっとそう美味しいと思いますわそうです出汁まあまあ僕あの炊いた椎茸好きですね好きですわあのタコの代わりに炊いた椎茸のサイコロぐらいの形のやつは、まあ、食感的にもどんこやねどんこどんこのやつやねの炊いた美味しく炊いたやつを四角を切ったやつをタコの代わりにコン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 だ椎茸焼きみたいなはあネーミングがもう一つどんこ焼きなんやろどんこ焼きどんこの方やどんこ焼きの方あはいどんこ焼きがいいですよ、まあ、値段も張るでしょうけどもいやでも一緒やなタコやって高いからな、うん、なんかあれ好きやないつもこのねあれ食べるたんびに炊いた椎茸食べるたんびにこれタコ焼き入れたらなみたいなこと家にタッパーでパンパン欲しいんですよ常にそんなにあれ家の冷蔵庫にタッパーにパンパンいつもある状態の家住みたいですね、はい何があったか椎茸のあの炊いたやつ椎茸の炊いたやつが欲しいんですか薄く切ったやつがパンパンにパンパン入ってたらはい、それ食べるんですか嫁はんが風邪ひいた、はい、嫁はんが実家帰ってる、はい、その時ご飯炊いて、はい、その椎茸だけでご飯食べたりそれだけであれぐらいあの炊いた椎茸甘辛ですねはい、あれ好きです私も好きですあれも難しいんでしょうねきっと炊き方が、まあまあ、炊き方難しいあれはもうちょっとこれは甘すぎてもね、うん、いかんしね確かに難しいあれあの干し椎茸じゃないと飽きませんしね、うん、ああそうなんですね生じゃんな、あはいきませんあそうですだからどんこのええー
肉厚の干し椎茸、それをパーッと戻してね、ちょっとお砂糖を入れて戻すんですかね、お水 で茶色になりますやん、はい、お水がそれだけは見ますよ、家でね、はい、そうそうそう、それを捨てたあかんで、はい、何を捨てたの、いやいや、お母さん捨ててはれ、お味噌汁何を言ってるんだ、いやいやあの汁捨ててどうすんの、飲むんですか、風呂に入れるんだよ、入ってないよ、それで煮るのよ、あ、そのもう一回それを、そうそうそう、それあの椎茸の出した液体でどんこん煮るんですよ、戻して当たり前です、はい、で砂糖最初に入れないでね、うん、あのコト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 そのお出汁で煮てると、うん、戻し汁で煮てると、はい、結構椎茸って甘み持ってんのよね、本来ほのかに、うん、で味を見てからお砂糖を入れるという感じにしないといけないです、みりん酒ね入れて落とし蓋、今落とし蓋って知らんみたいな、いや知らない、どこの動物園にいますかっていう人が豚の方にアライグマみたいな、ね、そう思ってるんですよ、落とし蓋、落とし蓋とかとかでこう煮汁が回るように、そのために落とし蓋ってあるんですよ、あいや、うん、落とし蓋ってなるより狭いです、はい、面積としてはね、はいはい、ついてますよね、うん、そうしたら間から出ますよ、はいはい、お出汁が、はい、うん、そうしたらこう噴水みたいに回るわけです、お出汁が、はあ、それもまんべんなく煮物が美味しく上がるために落とし蓋ってあるんですよ、はい、味にムラをなくす、均一にするために、そうです、だしを回してるわけです。あれ、なんでそんのかなと、確かに思ったことあります。普通の蓋でええやんけとか、はい、なるほど、意味がやっぱり。落とし蓋して、落とし蓋って言って、若い子は本当に蓋を床に落としたらしいです。ほんまです、これ、本当の話。先生、何言うてはんねやろって思って。そうですね。うん、米を洗剤で洗うのよ。あ、だ米を洗いなさいって、洗米しろって言ったら。うん、食器洗いの洗液入れて、うわ、そんなやつは竹下恵子に弟子入りせなダメですね竹下恵子さん、竹下恵子さん弟子取ってあれへんと思ういや本当に竹下塾ね、いるね、はい、ちょっと竹下恵子さん電話する、はい、知らんけど、はい、松下政経塾ってありますけども、ありますやん、だそれと一緒で、竹下さんは家事万能なんだ絶対できます、絶対できます、そうなんです、椎茸も煮出せますから、煮出せますかね、何言ってんの、何もできへんと思ってんの、いやいやいや、そんなに何でもかんでも押し付けて大丈夫かなと、何を言ってんの、クイズダービーでもものすごい頭良かった、そうです良妻賢母の塊ですから、クイズできるからっていうのと知ったりいることはできるのかっていうできるってな、何でも知ってるからクイズダービー、何でクイズダービー、竹下さんに5000点やんか、いやいや、それはそうかもしれないですけど、それ許さんと思ってた大きな間違いです、そうです、あの人は知恵袋やな、日本の大いなる母です、ちょっといろいろ竹下さんに求めすぎてる、求めてないよ、何を言ってんの、日本の母、おふくろの味やんか、タイトルはつくんですよ、日本の、まあ、妻の鏡、そうですね、本当に素晴らしい、はい、ただまあね、こんなことないと思いますけど、いつぞ会ったりとかしたら、はい、この人もしかしてラジオで言ってたの聞いてたりせえへんかもって顔真っ赤になると思いますけど、そんなことないよ、あんた勝手なこと言わんといて、まあ受けなして、まあそうですね、褒めてますから、はい、象徴として上がっておりますので、ね、気をつけてください、はい、皆さんね、竹下恵子さん見習って生きていきましょう、はい、そうですね、椎茸を煮出し、うん、そして落とし蓋をして、はい、竹下恵子のような妻を目指していただく、ね、素晴らしい日本が待ち構えておりますねそうなんでしょうか、はい、うちの娘にも強く言っておきますので、はい、まずお嬢さんをそういうふうに、はい、竹下恵子の、はい、まあ言えば写真を飾ってもし子供の学習所属やこうだ暁にはそうですよね、竹下恵子さんの写真がまずいると思う、それを見ながら勉強せと、そうそうそう、それでいくいくはすごい、うん、はい、竹下登ると俺は人と結婚できると、いいです、ね、総理大臣 と、 クラスと、はい、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、そうなのよ、今全体的にね、うん、はい、ラジオもテレビもね、聞いたり見たりしていただけなくなった時代に入りましたね、うん、っていう話してて、ね、昔ほど、で、ひょっとしたらこれ3人で喋ってますやん、はい、こんな生放送言ってくる、うん、誰も聞いてらっしゃらないかもわかんないわけですよ、可能性としてはちょっとするとこういうところ無駄話やの、3人で立ち話いうのは座り話やから座らせていただいてるから、虚しいな、いやいや、まあお客さんがね、ありがとうございます、でも言えばむちゃくちゃ思いのほか聞いてるという可能性もあるということですもんね、いや、もうリスナーさんからいつもお便りいただいてますし、ゼロの可能性もあります、ゼロの可能性は、ひょっとしたら竹下恵子さんだけしか聞いてない、いやいや、そんな光栄なことあるんですか、案があったりしてね、大丈夫やと思うでしょ、大丈夫って別に悪口言ってるわけじゃない、竹下さん褒めてるわけじゃないけど、はい、たま
たま大阪に来てって聞いたんですよなんていうのがあるんですよ。あ、ひょっとしたらあるかもしれないですね。移動中の車で、移動中の車でかかってることもあるかもしれないし、はい、僕もよくあの同業者芸人の仲間に言われます。タクシー乗ってたら上沼さんとラジオやってるんですねとか、はい、よく言われますね。やってないのにね。やってます今今やってます。病院、施設で選ばれ続けている信頼のブランド、リフレの大人用紙おむつ、リブドゥコーポレーションが2時をお知らせします。上沼恵美子の心晴天、ABC ラジオがお送りしてます。QBB の六甲バターがお送りする ABC ニュースです。斉藤真美アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。東京電力は今日、福島第一原発2号機の使用済み燃料プールの変圧器でネズミの死骸を発見したと発表しました。東京電力は変圧器の点検のためこのプールの冷却を停止しました。停止時間は3時間から4時間とを見込んでいるということです。東京電力によりますと、パトロール中の社員が今日午前10時過ぎ、屋外に設置されている変圧器の内部にネズミの死骸があるのを発見し、午前11時半過ぎにプールの冷却を止めました。福島第一原発では、先月、仮設電源板の内部にネズミが侵入し、使用済み燃料プールの冷却が停止するトラブルが起きています。大量の覚醒剤を密輸入したとして、警視庁などが覚醒剤取締法違反の疑いで、中国人と日本人の男女合わせて10人を逮捕していたことが、警視庁への取材で分かりました。覚醒剤とみられる粉末は合わせておよそ240キロあり、末端価格で168億円に相当するということです。警視庁は、大掛かりな密輸事件とみて背後関係を調べています。逮捕された10人は今月中旬、埼玉県加須市の倉庫で覚醒剤を所持するなどした疑いが持たれています。警視庁によりますと、覚醒剤は機械の中に隠されて中南米から貨物船で横浜港に持ち込まれ、先月下旬に覚醒剤とみられる粉末が港で見つかり、捜査を進めていました。環境省は今日、新潟県佐渡市の自然界に放たれたトキのペアから誕生したヒナ2羽が死んだと発表しました。去年以降、国内の自然界で誕生したヒナが死んだのは初めてです。今月17日と20日にそれぞれ孵化が確認され、オスが1羽で育てていました。環境省によりますと、今朝7時前、最初に孵化したヒナをオスが巣の外に捨てました。2番目のヒナも死んだと判断しました。いずれも餌の不足や体温低下が原因とみられます。一方、新たな孵化も今日確認されました。ヒナの数は不明ということです。今シーズンにヒナの誕生が確認されたペアは3組となりました。この時間のニュースは以上です。ドーンと大きいスライスチーズ、ドーンと大きいスライスチーズ。QBB の大きいスライスチーズは大きい。だから食パンの耳まで美味しい。保存に便利なジッパー付きで嬉しい。ドーンと大きいスライスチーズは QBB。 QBB の六甲バターがお送りした ABC ニュースでした。貸倉庫、貸工場の家主様、三期建設からのお知らせです。抜群の仲介件数を誇る三期ですが、物件がなくてはご案内できません。空いている倉庫、工場ございましたら、三期建設へお気軽にお電話ください。06-6304-0999、6304-0999。桑原翔平です。体の様々な痛みでずっとお悩みの皆さん、再春館製薬所に届いたお手紙をご紹介します。通酸湯を飲み始め、妻の腰の痛み、膝の痛みも少しずつ良くなってきています。ありがとうございました。妻は60歳からは健康が何よりねと言っています。今まで痛みで大変だったのでしょう。これからも2人で治療を続けたいと思います。家族の支えも大切ですね。
通三頭は足腰など様々な痛みを和らげる漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬をお届けしています。フリーダイヤル 0120-305-305 0120-305-305 朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けております。通三頭は指定第二類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。あなたの鬱憤一挙に解消、ぼやきレターのコーナーです。母の日に姑、はい、さんに豪華なフラワーアレンジメントを送ったら、お孫さんしてやるね、綺麗な全部引き抜いて、うん、仏さんに備えた、うん、まあ悪気はなかったでしょうね。ええもんやと思ったからこそしたのかもしれないですけど、仏さんに備えた攻めにくいです、ね、フラワーアレンジメントアレンジしてちゃんとこう大事してこう、はい、オアシスというのさ、はい、させていくの、出してあるのにな、うん、嫁の送ったもんなんかな、ああ、うん、ね、うちも何もないわ。いや、そうです。ありがたみがないん違う。ああ、と思いますよ。まあだから知りはれへんから。そうですね。やっぱ慣れてないと。慣れもせえないですから。ないわ。一生懸命組み合わせ考えてそこ見合わせてね、本当に交通ルールを守ろうと、はい、旗を持って、はい、通学路で園児を見守っているおじさん。うんうん、信号を無視して横断歩道を渡っていました。あかんでしょう。そうですね、僕もそんなんで言うと、まあ、ちっちゃい時、毎月16日に来てたボンさんが、はいはい、16日ボンさん毎月1回、何しに来あのおじいちゃんの命日、ああ知らんがなお前行きやるぞ、はいはい、それで僕いつもこうね、家や学校休みとか春休みになったら、はいはい、おってボンさんの話聞いて、はい、やっぱすげえなボンさんは思ってたんですけど、二十歳ぐらいになってですが、南歩いてたら添右衛門町でホステスさんの肩組みながらビロビロになってるハンチングかぶったボンさん見た時はがっかりしましたけどね。ボンのにまみれてたわけで、まあそれはお酒もねお飲みになられるのは別にいいですし、まあまあ宗派的に問題なければいいんですけども、はい、なんかね、けどねなあかんわ。もう樽を知る言うてね、はい、何でごとにも本当に食べれてありがとう、はい、生きれてありがとう、はい、朝を迎えれてありがとう、そういうことを何でもありがとうと思ったら小さなことでも幸せになって、はい、もう足りている小欲にすることによって幸せを訪れますよみたいに言われて、はい、僕はあ、ありがたい、はい、僕それはすごい知足いうのは、はぁ、思うて、はい、その2億持てても、10億持てても、まだ欲しい思ったら不幸せでしょ、と。ああ、なるほど、はい。なるほど。それは、ダメです。欲は捨てた方が幸せに近づくという仏の教えがあるんです、みたいなことを聞いて、あ、すごい人やな、この人は、と思ったんですけども、それはもう欲まみれ。両方にホステスさんで肩組んでたんですよ。肩組んだったかな。一人でええのに、もう一人欲しいって言って、樽を知らんがな、言うて。ほんで、ベロベロになってるから、いっぱいでええのに、何杯も飲んだでしょ。びっくりしました。まあまあまあ。よう、僕、最初で会いましたもん。最終電車で。僕はよう言ってんねや。そうですね。よう言うと、まあ、だからね、三月に1回ぐらいは会いましたから、な大手編はもっと言ってるんでしょうけど。はい。まあ、まあ、やっぱ、職業の方も大変やな。いいんですけどね、やっと。考えたら。イメージとして質素で、なんとなくいてほしいなって、こっちの願望みたいなものが、はい、あるからな。はい。もう、それは大変で、お坊さんも大変ですけども。お坊さん大変やな。がっかりしただけで。はい。わかります。まあ、まあ、がっかりするわ。そうですね。ね、はい、ショッピングセンターの通路を歩いていたら、はい、携帯電話が鳴り、はい、通路の端に寄って電話を 2,3 分してたら、うん、店から店員が出てきて、はい、看板の前に立たないでくださいと言われました、はい、看板は通路をはみ出して置かれたものです、はい、これって私が悪いんでしょうか。ムカつきました。また言い方もなんか言い方もよ、喧嘩ありますね。こんなことしてお客さん話すな。はい、そうですね、まあ、この人はね、人やから、うん、まあぼやき出たにいただくだけですけど、はい、これされたら、うん、もう絶対言うな。そうですね、隣近所に、はいはい、家に友達に親戚とこ、あとこ、電話して言いました、あそこのショッピングセンターの何やに言う店はな、こんな、はいはい、絶対、まあ、少なくとも30人には言うでしょう。そうですね、そうですよ。
だそのお客様がもしも大きなワンボックスカーをお持ちになられてて、うんはい、そのワンボックスカーの上にスピーカーがついてる車が自家用車としてあった場合ね、あった場合、はい、選挙を手伝ったことがあるとか、はい、もうそんな乗ってる人結構いますやん。見たことない。この人は悪く言いながら帰っていったらどういうことになります。それはもう、はい、それの看板の前に立たれたことによって得る不利益多少あるかも分かりません。そやから言うてそんな1000人の客を掘ったんやったら、はい、確かにあれですけども、はい、一人もないでしょう。それを断ったことによって確実に一人以上の、うんね、客を損する。その店員さんは店主に言われたんだろうか、私助けて携帯やってるから言ってくれって言ったのか、自分のが気がついて自ら言いに行ったのか、どっちにしろ間違ってるけどね。そうね、うん、そうなんです。40分も喋ってるようなら、うん、いざ知らず、はい、2、3分ね、うん、それはあるでしょ、そういうこと。そう、全体のお刺激分かれへん人っていますもんね、うん、どうぞお入りになって店内でゆっくりおしゃべりくださいぐらい言うてもええんちゃう、うん、もちろん丸い椅子の一つも持って行って、はいはい、ね、まあその店の種類にもやりますよ、まあ、やるけど例えばそういうことですよ、接客って、うん、ね、ああ立ってしゃべってあるわと思ったら、うんうん、通路で、はい、やっぱりもう椅子持って行き、はい、パイプ椅子持って行き、はい、お茶入れ、はい、ね、はい、千個立て、千個はおかしいけど、チラシ寿司もないやったらパキ、チラシ寿司ですからね、チラシがええわ、はい、チラシをちょっと食べてってもらうぐらいの気持ちがあって、はい、しかるべきやと思うんですよ、そうです、ね、商売されてるっていうのは、もう買わんと帰ったら悪人みたいな、いやだから、次を、次を期待、そうです。今日ええことして損したないじゃないの、うん、ええことして損することってまずないからね、うん、それだけ言うとくよ、ね、ほんまに神社に行ったら、うんはい、ええことしようかいなと思いますもんね。そうです意味がちょっと分かりにくいんですけど、神社に行ったらいいことするんですか。今年1年ありがとうございました、はい、去年1年ありがとうございました、今年も平和によろしくお願いします、うん、言うてるってことは神様の存在信じてるわけですよ。そういうことです、手合わせて、その神様はじゃあ、うん、僕のことを知ってるということはどっかで見てるということを自分では認識してるわけですね。ってなった時に見てるんや思ったら、はい、そんな看板の前で畳んでくださいなんてそれ言えないですよ、お前な、神様見てんちゃうかと、はい、あいつちょっと気きついな、うん、ほんであそこの店客減らしたれ、はい、シェイ言うて、言うて、神さんが、神さんも暇やな。ものすごい、いいですね。もっとやることあるかも分かりません。それはやっぱりね。はい、席とか譲る？席は、まあ、もちろん、もちろん。はい。うん、はい、自然とね、そうします。そうするつもりはいますけど、でも、気づかない時とかもありますから、なんかこの微妙な年齢の方の時にどうしたらいいんだろうっていうのは。あ、その時譲らない方がいい。うん、方がいいんですか、ね、失礼だ。はい。それとか、妊娠中かな、どうやろう、いや、でも年齢的に妊娠はな、うん、と思う時も譲らない方がいい。うん、ショック受けるわ。もう、明らかにっていうところからなんですか。そうだな、こう、しまがあって、はい、うん、ひいひい言うて、例えば杖をお持ちであるとか、杖持ってっていうのも絶対やけど、はい、微妙な年齢の時は譲らんといてね、はい、あとショックが、うん、なんかあと譲り方もどうぞ座ってくださいって言うと、なんかその人が特別扱いされたようで、うん、逆に周りの目を気にされるんじゃないかなって思うんで、もう次の駅で降りるふりして、その人が近くに来た瞬間で、うんうん、席を立って、それもなんかね、ね、私が嫌やったんかな、なんか気に入らんもあんなと思うから、うん、はい、それもね、僕も若い時、はい、ようやつなんですけど、ええ、でパッて振り返ったら、ちゃう人座ってる時、はい、ああもう、うわーって思う、俺はあのおばあちゃんに変わったつもりやのにって、あるからやっぱりそうやな、はい、あとおっさん座っとるやろ、前頃は言ってお前ちゃうんじゃって言いに行くのもおかしいし、ね、はい、はい、でまたよ、どうぞ座ってくださいって混んでる席、はい、あの電車で、どうぞ座ってってください中ぐらいですかね、どうぞ言ったら、言うたら、はい、ああいいですいいです言うて、その人立ってる、はい、僕も立ち出した、はい、席だけ一つポツンと開いて、うわーもう嫌な嫌な時間、遠慮の塊が、もうね、気まずいな、あの譲るっていうのが意外に結構難しい、そうですね、譲ってくださいっていうバッチつけといてほしいんですよ、だからこの中大きい人、大きい人取ってくださいっていうバッチ貼っといてくれたら行くんですけど、そのお話、電車内の出来事、はい、座席に座っていると、4歳ぐらいの子供とお母さんが立っている、はい、まあ想像してくださいね、はい、座りたいと子供、うん、お母さんが空いてないのに車内やろ、はい、とお母さん、はい、私がどうぞと言うと、うん、空いたわとお母さん、うん、
年寄りの私が席を譲ったのにありがとうの一言もありませんでした。はぁ、それは69歳の方でございます、69歳の方で席変わった、いやそれは線でいいですよ、そいや小籔さんの声を上げてますけど、まあ結果こうなったわけですね、はい、人良すぎますこの方、お優しい方なんですね、ないだなどうぞっつった、ま、あ開いたわ、いやお母さんが開いてないのに知らないやろ、うん、これはい、まだ言い方もこれがもう当て付けみたいに、当て付けですよ、はい、もう泣いたわ、はい、子供はまあ素直にしんどいって言ってしまうもんですから、しゃあないとしてもそこでなんていうのが正解ですかね、この母親として、僕やったら、はい、お前は、切符の値段も買うてへんのに、うん、座りたいなという権利を訴えること自体が間違ってる。ちょっと3歳ぐらいの子にはきついというか厳しいというか難しいですね、表現が、はい、でも僕も母親によう言われました、うん、ついてても立っとけ、お前みたいな半分しか払うてへんやつ言って。そんな厳しい現実突きつけられたんですか、はい、僕は小さい時ほんまにだから思いっきりついてない限りは立たされてましたもん、素晴らしい教育、まあ、いや厳しいけど、はい、分かりよいわ、いやそのお前、んなもん持って回って教育するよりそっちの方がええ、立っとけっていう一人前の料金払うようになったら座れ素晴らしい。翻訳点かも分からへんわ。自分のところには厳しく。それ、隣の人も聞こえてるんですよ。僕、かっこ悪い人なんで。まあまあ、それはですね。そんなもん。向こう、何回電車が決めとんねん。心の中で思いながら言うから。子供の頃に。俺も払いたいわ、座りたい言うて、子供が言うたときに、ねえ、空いてないねから、車内やろって返すっていうのが、なんか、どうも、引っかかるな。そうですね。ね、座りたい、うん、まあ、うん、今言われたらどうやろう、はあ、うん、しんぼし、しんぼし言うのも一緒やし、黙っとる、うん、頭ポンと叩くって難しいですね、いやもうとりあえず静かにせえと、はい、あ、静かにせえやな、うん、そう静かに、いやうるさい、もうみんなおんねんから、うん、だどうぞって69歳の方に譲っていただいたら、うん、開いたわってこれも、まあ、これはもう子供よりこれはお母さんがパーやね、うん、そうですね、子供はまあしゃあない、子供はしゃあないわ、開いたわ、アホですね、だからもうね、もうそういうお母さんに育つ子供はこんなお母さんになるよ、同じこと言うから、はいはい、おばちゃんに怒られるよって怒るでしょ、うん、怒ってないのに、うん、はい、なんかゲーってやかましいな、もうほらおばちゃん怒ってはるわって怒ってないのに、はいはい、あれ結構いいんですよ、うん、私怒ってませんけどって言いたいけど、うん、なんかそれ言うのもおかしいし、うん、はい、おばちゃんに怒られるよ、うん、怒ってはるわってだったんです、はい、うん、人のせい、人のせいにパッと持っていく癖、うん、もうええて見つけたなあ思ってあちこち言うてんのやと思うんですね、うん、子供はまたそんな風に育ちます、うん、そんな言う母親、人のせいにする子に育ちますね、うん、まあその手前味噌で、まあ、愚足中の愚足ですけども、はい、よう考えたらうち、はい、座りたいわって、うん、言うたことない、大きい声で言うたことないです、よう考えて、状態が3歳でも、もし言うたことあるとしても抱っこしてて横で座りたいとかこうちっちゃい声で座りたいなとか謙虚とかはあるかも分かりませんが、お寺さんに預けたんですか、あの、高校生の夏休みは全部うちの子は禅寺に入れようと思ってますんで知らんが、はい、もう夏休みは今からなしです、かわいい、高校なったら、高校なったら、いや、ここでも部活やったりとか遊びに行ったりとか、そうやんか、せんでよろしいですね、そんなに押さえつけたらあかんわ、朝もう5時に起きて掃除して、はい、でもよね、日がむわそんなことたくあんとかゆいてな、たくあんで茶碗をこないしてこう注いでね、注いで当たらんでもええようにね、そうです、そんだけやっても遊ぶかもしれないですから、お坊さんね、唐揚げ一番食べたい時期やで、はい、ですよね、うん、そこをぐっとこらえて禅寺で座禅し社会奉仕させるような子供にしたいなと、ハンバーグ焼きそば唐揚げ食べたい時期食べたいよな、はい、もう樽を知るやお前はってお経よめ言うてお経お経観覧車とか乗りたい時期ちゃう、一番そこはやっぱ般若心経にね、観覧車の一番てっぺんでちょっとキスしたりね、いや、あ、そんな、そういう時期違う、いや、そうやったらもう木魚叩きながらその先祖のことを思う、やっぱり観覧車ではなく、そう、観覧車の上でキスしたって何もならないならないけど、いやそういう時期だと青春、はい、ね、青い時期ですやん、はい、そうですか、ね、青い春ですよ、そうです、いや、もうそれを全、木魚叩いて、はい、それじゃあ他のコーラが、うん、そうです、他のコーラが観覧車の一番てっぺんでキスしてる時には、
うちの娘は千手観音の一番上の手のところを拭いてるような、いやいやいや、臓器の手を拭いてるような大事な仕事やらせてもらって友達できへんなほんまね、ちょっとね、ちょっと敬遠されるな、出会いもなくなって変わったんで、そうで言われますよ、ほんま、お父さんのせいで結婚できなかったやろって泣きながら怒られる、寺行った階段です、やっぱやめときますなあ、そう、分かるけど、孫娘のランドセルを買う約束をしていたのに、はい、去年の10月息子に電話したら、うん、もう買ってもらったとのことです。まあ、その後お祝いとして現金を小包で送ったら、うん、3日後に嫁からお礼のメールがあり、うん、ほう、入学式の写真、うん、はい、そして式の3日後、伝言なしの写メール、ほう、一通、ほう、嫁からありました、うん、だからまあメールと写メールですね、はい、入学式の写真、はい、それだけです。しかもその写真がお友達の4人撮りで、はい、1人の写真ではなく、うん、なかった、うん、はあ、なんでかな、あ、これは天気の悪い嫁やな、そりゃそうでしょ、まあまあ呼ぶぐらいのね、はい、一緒に行きませんかと入学し、そうよ、例えば、うん、そうですよ、うん、まあ、こうてもらう言ってた、約束してたらやっぱりちょっとね、はい、自己承諾でこうてもろたはちょっと辛いですね、まあね、まあ、それはやっぱり言っても、この嫁のお母さんがこうたんですわ、まあ、っていうことがあったとしても、いや、それ、ね、それ買ってもらって買ってもらったよって書いてあるもん、うんうん、ね、うん、ということは自分たちで買ったんじゃないんです、はい、嫁の実家が買うたんですよ、うん、こんな言い方されてるもんね、そうです、それがまず向かっておきますわね、はい、うん、でメールですか、メールで現金送ったら、はい、現金言うたってやっぱりね、そこそこ送るんじゃないんですか、ね、ランドセル自体が高いですから、高いからね、それの代わりの分、そうそう、やっぱり5万10万、うん、ひょっとしたらしランドセルだったらまあ3万5千円で済んだところ、現金になったらちょっとこう乗せますからね、5万とかになりますからね、なりますもん、うん、親指一つで、親指一つで、はーい、ちゃうってなこと言って、ね、助かったっすってそう、友達かみたいな、そう、助かったっすっていうことで、ほいでハートマーク、ハートマークですね、なんじゃって思いますよね、うん、これ、はい、で入学してもね、うんともすんとも言うてこない、はい、写真も来ないと、シャメールでシャーっと来て送られてきて、はい、それも団体写真、はい、どれが孫や分かれへん、はい、ね、はい、メダカの学校みたいなもんだよね、あ、どこでしょうと、出来悪いです。ね、できるでしょ、いや、そうですね、そうですね、あなたの嫁こんなになりそうやろ、いやいやいや、今見えたわ、いや、もうあのちゃんと手紙を手書きでしたためる、したためるって無理やって、奥様を無理無理、教育できないもん、まずね、そうですね、そうなんですね、いや、奥さんに自分が手本を示さないといけないっていうのは、だから怒るんよ、私の先ほど言うたら何も聞いてませんね、怒るんよ、申し伝えますとか、はい、お世話になっておりますって言わなかった、怒られたんですよ、うん、旦那さん、新妻の時に、うわ、それがあるから、私は今どんな電話かかってきてもお世話になってますって、もう本当にどんな方でもお世話になってます、お世話になってます、これの難しそうですね、いや、それはあのやっぱちゃんと教育しないといけないですよ、どうせあの何も喋れないようなこと一緒になるねんから、はい、ティーバッグのね、はい、ティーバッグのなんかブラブラしたようなこと一緒になるんでしょ、チェケラチョばっかり言ってね、いや、そんな感じの、はい、いろんな言葉を知ってるんだね、こんなのかでももう絶対出来合いもんばっかり出すよね、ティーバッグ履くような女はもう、もう嫁にもろたらダメです、うん、まあいいです、若い時はよろしいよ、はい、ティーバックでも、もう嫁いだ時点でそれやめてもらうとね、もう毛糸のパンツに変えてもらう、そんな極端に、まあ、それはまあ、けど、まあ、むせるからいいとして、まあ、まあ、女の人はやっぱ腰回り冷やさダメです、腰回り温めてもらいたいと思いますけど、へそを隠してほしいな、少なくとも、へそを隠す、はい、腹巻きし、毛糸のパンツ履き、はい、靴下3枚履くような女、はい、それが一番いいです、冷え性すぎますね、ただの冷え性です、それ全然怖くないわ、まあ、おしゃれのためにミニスカートにする、ティーバッグにする、素足で冬でも歩く、父も掘り出す、肩も出す、そんなもん冷えてしゃあないですよ、やっぱり、ほで首だけ毛が巻いてね、何の季節やねんって突っ込まれるようなね、います、います、中にはね、ああ、そうですね、女性の魅力を上手にアピールする人やな、漏れちゃあかんわ、そうです
だからちょっと、はい、この嫁あかん、大きな毒でしたね、本当に、まあ、息子さんに見る目がなかったということでもさ、ちょっときつい言い方ですけど、いやいや、まあまあ、もうも無視したよろしい、うん、血圧上がるわ、ね、そうですね、そんなもう正月もまだ来たって、うん、ちょっと孫の顔見せに来ました言うて、うん、来たって、もうお母さんが大変やわ、そうですね、気遣って、嫁なんて平行で帰るだけですから、平行で帰るだけを食べ散らかしてね、本当そうです、豆や嫌いって、煮しめや嫌いって。うんうんオムライス作ったって言うね、孫に。そうです。そんなこと言うんですよ。カーッとなって、高血圧で白目向いておかん。簡単から、カーッとなるわ。ねえ。ほんまや。どんなことないわ。そうですよ。なんねえ。顎痛ってどつだったらいいんですよ、そんな。今、顎痛ってなかなか。ないですかね。どつくように置いといてね。どつく用の顎痛って。どうぞ、どうぞ。カーン言うて。ほんまカーン。いいですよ。はい。今日もご紹介させていただいた方には、ABC のキャラクターキュキュのエコバッグを差し上げます。はがきの宛先は郵便番号 530-8002 ABC ラジオ上沼恵美子の心晴天、ファックスは大阪 066451-1000 番、メールはココテンアットマーク ABC1008.com。 嫁をさ生じて大の字にさして、はい、それ空にあげんのとない大きい凧みたいな、大きい大凧、大凧この方が羽子板よりいいわ、あげたんねもう上がれタコタコ上がれアホ上がれって、なんで正月行事でバスを与えようと近所にカッコ悪いですわ、あそこの家の嫁を凧で釣ってシュートほんま言うてこのハガキ送ってきた人の評判下がりますわ、そういうことやね、はい、どしどしご応募ください、失礼しました、お待ちしています。青い湯のお腹にいい話、赤ちゃんのお腹はビフィズス菌がいっぱいなんですよね、でも年とともに減っていくんです、じゃあ私も、でもシンビオフェルミン S があります、よかった、人には人の乳酸菌、シンビオフェルミン S 指定医薬部外品です。京都縦貫自動車道大山崎ジャンクションから靴掛けインター間が4月21日開通しました。名神高速道路ともつながって京都が便利にスムーズに。ネクスコ西日本。お通夜から初7日までお葬式にかかった実費を3年目からは最高100万円保証する保険。満80歳まで申し込めますよ。葬祭費用のお悩みアメホにご相談ください。0120-369-690 まで。肌のたるみは放っておくと下へ下へと下がっていく。ドモホルンリンクルのクリーム20、張りの元となるコラーゲンを作る力に着目しました。無料お試しセットは0120-444-444。最瞬間制約書。思い出のヒットパレード。懐かしいアルバムをめくるたびにふと口ずさんでいるあのメロディー。このコーナーはリスナーの皆さんに就職、恋愛、結婚、出産といった人生の大切なページを彩った一曲とその曲にまつわるエピソードを披露していただきます。今日リクエストいただいたのは西宮市の64歳の女性の方から、私が29歳の時だった南にあった新歌舞伎座でのこと、うん、舞台装置が見事でしたと、うん、そこで一生懸命演じているのが伝わってくる小林旭さんの魅力にうっとり、大ファンになりラジカセを購入。毎日のように当時流行っていた昔の名前で出ていますを聞いていました。うん、今でも旭さんの大ファンです。新歌舞伎座ね、ありましたね、うん、もう今建物自体もありますもんね。あ、建物残ってるんですか。御堂筋のところですよね。あ、高島屋の前の頃私はあの出たことあります。お芝居でね、結婚してから田村正和公演。田村さんは2部のお芝居だったんですよ。1部の芝居だったんですけど、眠り教師郎ってね、もう当たり狂言があったんですね、はいはい、それの1ヶ月間2月公演から田村さん綺麗だった。もう今も男前やけども妖艶。当時の僕らはやっぱり古畑任三郎からのイメージなんですけど、もうそんな前ね、
もううちの母親が好きで、まあまあ、田村正和出てたらもう帰んといて言って大かっこええな。今でいう若手俳優さんのどんな人いないんじゃない、いないわ、ね、色気あるなんか変わった人ってことですよね。もう中性みたいな感じよね。この世のものと思えないほど美しい。ちょっと現実離れした感じの。そう。新歌舞伎座のあれスポンって言うんだからこうバーッとこう花道のところをこうセリになってるのね、はい、あとは。でそこから出てくるのが一番最初の登場なんですけどもね。もうヒャーって皆さん言ってた。美しすぎて。完成が、きれい完成が。眠り子よしろっていうのはそういうような、まあまあ、美しいっていうか、色男。ちょっと色男と、日本じゃなくて外人の血も入ってるような、うん、まあ、だからびったしの役ですね。だから素晴らしかったな。そのスターたちが。楽屋マンなんですから、あの方。あ、普段も。普段も。普段もかっこよくて、品のある人なんですか。なんか急にスイッチ切れて。うん、なんか踊りだしたりそんななれへんしないです。なるなるなる、あのまんま、あの1回の目にも連れてってもらいました。すごい、1ヶ月やってるとほらちょっと行きますよみんなで、はいはい、あのままはあ、もう長い足を組んで端っこの席で、うん、田村正和なんですよ。いやあ、そんな時で喋らない、へ、歌わない、食べない、へ、笑わない、ちょっと笑わない、笑わない、ちょっと笑って、うん、うん、うん、あ、もう色気がある、色気があるわ、ゾクゾクするね。へえ、その歌舞伎座ね、はい、歌舞伎座で、はい、思い出の曲だと、もう本当あの歌舞伎座の舞台で、まあ、出たら一人前みたいな、うん、そういう舞台ですね、一流というか、そういう舞台でしたね、はい、ビッグスターしか、ね、ビッグスターでしたね。なるほど、小林明さんも当然そのお一人ということですよね、はい、それでは聴いていただきましょう。小林明さんで昔の名前で出ています。どう
私の名前で出ています。小林明さんで昔の名前で出ています。聞いていただきました。このコーナーでは皆さんからのリクエスト曲とその曲にまつわる思い出をハガキメールファックスでお待ちしています。採用させていただいた方には ABC のキャラクターキュキュのエコバッグをプレゼントします。ハガキの宛先は郵便番号 530-8002 ABC ラジオ上沼恵美子の心を据えてん思い出のヒットパレードの係。メールアドレスはココテンアットマーク ABC1008.com。ファックス番号は大阪066451-1000番です。ああ言えばこういう、ああ言わんでもこういう、とかくこの世は揉め事だらけ。そんな悩みをちゃっちゃと解消、明るい揉め事相談室のコーナーです。先日家来を乗せて、はい、車で精米所、スーパー、娘の家、息子の家と4箇所を順番に回る予定で出ましたが、うん、はい、私が行きやすい順に行こうとしていると、ここちゃうやろ、右に曲がって精米所先やがな、とか偉そうに言うんです、うん、すぐに口喧嘩になります。行く順番は運転手に任せたらいいと思いませんか、うん、それとも家を出る前に先に順番を言うべきだとは思いませんか、うん、偉そうに言う家内に言ってやってください、うん、と。はい、俺これ先に言うといた方がいいの思っちゃいますね。そうですね。てかもう言い方が嫌ですよね、はい、奥様の。こちゃやろ、右に曲がって精米所が先やがな。そうやね。トゲあります、ね。トゲあるな。もうこの言い方されたら、もう。もう下ろす、はい、もうこれが下ろす、ね、離婚です、僕は。離婚、はい、早い。うん、そうやな。でもそういうふうに言ってしまう奥様は、その事前に何か、うん、何十年とわたる積み重ねのものがあるんじゃないんですかね。大切ということで、イライラしてる時期かもわかんない。うんうん、まあ、もう曇ってても、なんで曇ってるのよって言って、天気に当たったりする時期ですね。まあ、時期で収めるのはいかんけど、なんかもう、うん、気に入らんっていうものあるんですね。うんうん、もうちょっと人生ちょっとだけ疲れが出る頃ですもん。やっぱり戦ってきたもんな、ね、子育てからも息子さん、はい、娘さんの家行ってるわけ、はいはいはい、2人の子供さんね、うん、もういろんな戦い、うん、教育の上のこともそうだし、経済的にも、うん、しんどくて、ご主人ご60歳の奥様をね、ちょっと二つほどしてちゃいますか、はいはい、ちょっとやっぱりキッとなる時期ではありますよね、はい、で受け止めるこのご相談の旦那さんも、はい、ちょっとこうガラス細工になってるところもあるかわかりませんね。なるほど。お互いが痛われとかね、うん、はい、あの思いやれとか言うけど、うん、あのドラマの上でね、なるほど、長く夫婦をしてると、うん、もうそうは言ってられない、そうは言ってられへんな、私はしてますけど、うん、痛わりですね、うん、痛わっても思いやりの塊の女です、はい、ただテレビでボロクソに言うというバランス取らせていただいてますね。なるほどね、うん、ただそのテレビ余談だが全部見ていますね。ああ、そうなんだ。今チェック入れに入ってますね。はあ、うん、特にエミチャンネルの不安ですね。あ、うん、それに対してお家で何かを言わないです。ただこの間あのエミチャンネルで水に洗ってけへんって、はい、その収穫してくんないんだけど、うん、はい、土のまんま流しにボコサーンと置くからね、うん、流し詰まるんよ、うん、はい、ほいでその種まいて実って嬉しいなって言うてる人はほいで小躍りして嬉しいか知らんけども、はいはいはい、それを調理せい言うて土のまんま半分土ですや、うん、持って流しにボカーンと放り込まれるのかなんちの話をしたら、うん、ほうれん草ができたんですよ、うん、今度、はい、だから綺麗に洗ってました。いや、まあ、いや優しい旦那さんというか、まあ、ね、まあね、いい、はい、エミチャンネル効果、テレビで言われてないちゃっからちゃう、いやいやいや、まあ、そうやったんかっていう、知らなかったけどこれからちゃんとしようと、わかるやろうと思うね、だから庭のとこにも水道はあんだから、あらかた洗っとけと思うね、うん、あちゃう、いや男はやっぱ気づかへんぜ、そんなんは、ね、もうそすかて喜んで差し上げるんですよ、はい、洗ってくれてるよ、ね、いやちゃうちゃう、うん、おーすごい、でもほんまに上手だった今回は、ほうれん草そら豆と、へ、そら豆プロでした、
そうですか。それも豆が好きな人やから、自分で巻いた空豆、はい、実った空豆、それを美しい妻が湯がく、はい、はい、まあ、はい、ってなる、湯がき加減もあるんだよ、もちろんもちろん、あれね、あの、鞘から出してね、はい、あれ、よさ、守られてるやんか、空豆って、薄いエンドに比べたら、ふわふわのね、ふわふわ、あれもお嬢様やな、そうですね、ええとこの子です、ええとこの、羽布団やん、いや、豆に、そう、敷布団、そう、で出してもろうて、ほんで、ちょっと上の方ね、爪ついた上の方、ペットとか、爪でパッと食べやすいように。はい、それで湯がくんですけども、あれ柔らかいんですよ、そのままって大きいんですけど、もうほんと沸騰してるところにちょっと塩多いめに入れて、はい、沸騰バーッとしてるところに豆パッと入れて、はい、再沸騰して20秒なんですよ、はい、うちは、はい、そのぐらいがちょうどいいんです、はい、ほんでおか揚げして、おか揚げ、あ、おか揚げって分かんない、おか揚げ、おかにあげる、誰がそら豆持っておか探して上がっていくのだから間に合わへん間に合わない、まま冷める、お湯から外に出すっていう、そう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 、だから、あの、水に落とさないことね、ああ、はい、ザルにあげて 蒸気のままほっとく、あ、なるほどなるほど、そうすると余熱で入っていくでしょ、それもあるから、その加減もせないかんわけですよ、でそれをお風呂上がりの主人に昨日差し出しましたら、はあ、あなたの上つやは一つ粒ちょっと食べさせてもらったけど、うん、プロやねって言って、うわ、本当に美味しかった、それはね、でも湯がき方もある、もちろん、もちろん、うん、ほうれん草のお添えで、あの、おひたしも作って、うん、ラディッシュも作ってましたので、ラディッシュを千切りじゃないわ、輪切りにして、うん、輪切りですか、切って、はい、サラダね、うん、サラダ菜も作ってましたから、全部彼の収穫の野菜で食卓は賑わいましたね。いや、ご主人も喜ばれたんじゃないですか。喜ぶよ、だってうまい、今私の褒め方が、もう天才ちゃう私こんなサラダななんて、まあ、悪くスーパーで買ってきたらちょっと飾りみたいな感じで味付にしたって食べへんかったけど、このカブの香り、一口噛んだらカブの香りが鼻の穴からシュッと出るんだ、すごいわって言ったら、僕もあんまり食べたことないけど食べてみようって食べて、本当だねって言って、私ドレッシングしてしまったんだよね、ドレッシングが邪魔したねって言って、言ってくらい素材まあこれ塩だけにしたらごめん、私のドレッシングが邪魔してるよって言ったら、もうマックスですよ、喜びの、はいはいはい、鼻開けて笑ってましたまあね、私、水割り作ってから水割りにしてって言うから、はいって、もういいやって言って、プロ本当にこの農作業のプロ農作業のプロそれでこう氷入れながら、ふぅ。いや、そらしてんねん。ねえ、アホは言えへんけど。本当に美味しかったですよ。ほんまに美味しい、ほんまに美味しかった、ほんまに美味しかった。ちゃんとそうやってバランス取ってんねん。いや、二重人格ですよ、私は。いやいや、すごいです。だからもう新地でね、クラブ開きはったら、ものすごい入ると思います。だけど、3日で私が倒れると思います。いや、じゃあほんまよ。もう、だって取ったら楽やのに、この奥さん、本当にぶつかっていってるな。ああ、そうですね。そうですね。男の人はもう、だってたら一番嬉しいでしょ。はい、確かに。どんな感じ、賢い人でもそうよ、うん、喜びますね、うん、で、こんだけ言うたらちょっとおだてすぎかなって思っても、うんうん、おだてすぎにはならないことが判明しました、今回の件で、うん、いやいや、もう全て、ね、日頃やっぱ嫁に認められるっていうのがやっぱ一番ね、そうですね、嬉しいですね、はい、そうだったんだ、うん、そりゃそうですよ、もう本当に褒められて嬉しい相手って言ったら奥さん、そういうことなんですね、この人にとって僕は必要な人なんだなということを感じれる方がいいですから、うん、やっぱりいや、もうそう思ってますよ、まあ、もちろん必要ですからね、夫っていうのは、はい、もう褒めて、うん、ね、仲良い方が、まあでもすごいですよ、もうそんな奥様僕、いやいや、ちょっとおらへんと思います、やっぱりね、ちょっと演技過剰ですよ、うん、それにもう主人は慣れてるから、はい、ちょっとそっとではダメなんですよ、子供もそうですよ、私、はいはい、あるところにおばあさんとおじいさんがいましたって育ったからね、幼稚園の先生が普通に喋ってたのね、はい、絵本読んだら物足りんって言ってました、はい、子供がね、うまい芸家づきんじゃんけやってるから、はい、ターン言ってた幼稚園の先生はね、負けますわ、そりゃ、はい、このコーナー採用された方には ABC の福袋を差し上げます、
はがきの宛先は郵便番号 530-8002 ABC ラジオ上沼恵美子の心晴天、ファックスは大阪 066451-1000番、 メールはココテン@abc1008.com でお待ちしています。上沼恵美子の心晴天、 ABC ラジオがお送りしています。さあ、先週4月15日月曜日、合言葉プレゼント ABC 感謝週間ということで、花束という合言葉でしたが、応募総数1012通とたくさんいただきまして、現金1万円お二方に当選されました。ご当選されたのは神戸市須磨区の新井学さん、木津川市の大矢部美恵子さん、おめでとうございます。そしていつもの熊本県産の小玉スイカ、ご当選されたのは箕面市の庄司和美さん、こちらもおめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということで今週の合言葉はいかがですか。しいたけ、はい、たこ焼きに入れてみたら美味しいんじゃないかという。そうそう、甘く煮たしいたけですよ、はい、ちょっと濃いめの方がいいと思います。濃いめの味でね、やってみるわ、やってみます、はい、今度美味しないかもわからないですけどもね、一度やってみます、はい、美味しなかったらボロクソに言う。しいたけだ、知らんこと言うから手間かかった合言葉書いていただきまして、郵便番号 530-8002 ABC ラジオ上沼恵美子の心晴天、メールはココテン@abc1008.com までご応募ください。はい、うまいこと終わりますねこれ、いつもね52分でも、ね、今ちょっと喋りすぎてるかなと思ったんですよ、豊谷さん、豊谷さんうまいな、やっぱり。いやいやいや、生放送こうはいきませんよ、私らみたいな、こんなね好き勝手タレント、止めどもなく喋る、そうなんです、止めどもなく思ってたんですけど、うまいこといきましたわ、ね、いやもうそれ20年近く、いやいやいや、そう、あ、そうやねんけど、いやいや、それはもうやっぱり豊谷さんの力ですよ、いや誘導してくれるからですよ、ということでね、ほっといて6時まで喋ってるよね。すごい、ほんまそうですまた来週も、はい、喋りたいと思います。さようなら、さようなら。